建国大学校は、ソウル市、広津区海洋堂に本部を置く、大韓民国の私立大学である。1946年に設置された。大学の略称は建国大、県大、空。誠、真、義を標語としている。1946年5月15日、医師であり民族運動家であった、竜鈴明によって、朝鮮政治学館として開校した。 同校は民族私学を掲げ、当時ソ連の占領下にあった平安、環境、公開出身の知識人からなる、西北学会の拠点となった。1949年9月9日、学校法人政治学院と政治大学が設立され、学校法人理事長として、リュ明スズ・アキラが就任した。朝鮮戦争中には、フザニへの退避を余儀なくされた。 1955年にソウル特別市上東区、モーチンドーに新校者を設立する。これが現在のソウルキャンパスの元となっている。1959年2月26日、総合大学、建国大学校に昇格し、リュウ・スズ・アキラが初代総長となった。1980年1月5日、中州に第二キャンパスが設立された。 1990年には学校法人の名称を建国大学校に改めた。広津区火曜堂のソウルキャンパスに15単科大学38学科、11大学院を置いている。また、中秋キャンパスには7単科大学21学科、2大学院を設置している。在籍学生数は合計約25,700名である。 現在の総長は2006年9月に就任したゴアキラ。学校法人理事長は2001年1月に就任した金ケーキ。10位、畜産系の学部が特徴の一つであり、建国牛乳、建国ハムを製造、販売している。学内に牛の銅像があるほか、大学のマスコットとして牛が採用されている。一貫湖のほとり。対岸は、 大学所有地を開発したスターシティ、観光北岸のソウルの南東部に位置する。五単科大学38学科、11大学院を置いている。キャンパス内には一貫庫という広大な人工庫がある。また、図書館が2つ、建国大学校病院、建国大学校博物館、言語教育院などがある。近年は大学が所有する有給地を スターシティとして開発し、収益源としている。交通7単価大学21学科に大学院を設置している。医科大学の付属病院がある。法律上、建国大学校の両キャンパスは、同じ学校法人が設立した、全く異なる2つの大学である。中州キャンパスは、ソウルキャンパスの分校であり、大学の行政も、独立的に行われる。 入試難易度にも大きな差がある。ありがとうございます。